にちは。こんにちは。マジ吉弘さんとどなたさんですか。藤川球児です。藤川球児、はい、どうもこんにちは。こんにちは。どっちがモノマネがうまいか、はい、ちょっとやっていただきましょう。自信のほどはあります。負けるわけないっしょ。藤川球児さん、じゃあピッチングフォームお願いします。お、さっきの出来はどうでした？良かったです。どうでした？全然大丈夫でしょ。どっちが勝つと思いますか？僕でしょう、はい。いや、こっちだと思いますよ。じゃあ、あとはコメント欄の方によろしくお願いします。描きかけの後悔図は握りしめて進めばいい。確かなこと刻む今で掴め光る未来。自信のほどはないです。